アイテム番号 SCP-28JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-28JP はサイト8181の物品保管庫に設置された木製キャビネットに収容されています。キャビネットの開閉にはセキュリティクリアランススイッチ以上の職員による許可と精神鑑定による正常な意識レベルであることの証明が必要です。万が一意図せず SCP-28JP に乗り込んでしまった職員がいる場合、乗車から約40分経過後に SCP-28JP の外から催眠処理を行い下車するよう促してください。説明。 SCP-28JP は縦方向に潰されたコンパクトカーです。幅は 2.7cm と非常に薄く、ほぼ平面に近い形状をしています。こうした形状にもかかわらず、SCP-28JP は支えなしでも常に直立状態を保ちます。平面の前方はトヨタ、IQ のフロント部、後方はマツダ、デミオのリア部に類似した形状をしており、このことから SCP-28JP は2台の潰れたコンパクトカーが接続されているものと推測されていますが、現在のところ分離には成功していません。前方、後方いずれもナンバープレートは取り外されており、所有者の特定には至っていません。SCP-28JP は平面に近い形状をしていますが、飲酒や催眠、薬物投与などにより意識レベルが低下しているものが SCP-28JP を見ると、潰れていない乗車可能な1台の白い4人乗りコンパクトカーであると誤認します。このコンパクトカーは前述の2車種とは異なる形状をしており、未知の車種であることが判明しています。SCP-28JP を誤認した者は SCP-28JP に乗車することが可能です。この時、外部からは対象の人物が SCP-28JP の中に吸い込まれるようにして消失したように見えます。SCP-28JP に乗車した人間は、運転知識、免許の有無に関わらず運転動作を行おうとします。SCP-28JP の誤認者が複数いる場合、その中の一人が運転者を務め、残りの者は助手席、あるいは後部座席に乗車します。これらの役割分担は言葉を交わさずに行われ、同じ人物の組み合わせであれば必ず同じ役割を果たします。以上のことから、SCP-28JP は誤認者に対し何らかの精神的な影響を及ぼし、乗車、運転を行うよう指示を与えているものと推定されます。SCP-28JP から受けたと思われる精神的な影響は、意識レベルの回復とともに解除されます。しかし、SCP-28JP 乗車中は常に意識レベルが低下している必要があり、乗車中に意識レベルが回復した場合、乗務員は外圧により幅 2.7cm に圧縮された形で SCP-28JP から放り出されます。これにより運転席が空いた場合、運転席には即座に助手席の人間が座ります。助手席が空いた場合は後部座席の人間が座ります。SCP-28JP への乗車時の車内の様子は乗務員に無線の音声通信機、映像通信機を取り付けることで確認することができます。運転手が SCP-28JP 内部で発車動作を行うと、車内からは車が移動しているような風景が見えますが、SCP-28JP 自体が移動することはありません。SCP-28JP の発車後、車内では紺色のコンパクトカー、こちらも車種不明。以下、SCP-28JP-1 との追突事故が発生します。SCP-28JP の外観が2台のコンパクトカーで構成されていることから、この現象は SCP-28JP の形成と関わっているのではないかと思われますが、現在のところ関連性は不明です。SCP-28JP 発車後の車内で発生する現象は以下のように変遷します。発車後の時間、0から25分、車内で発生する現象。車内からは道路を走行しているように見えます。車窓の風景は常に夜中で、左手がガードレールにより仕切られた崖、右手には森が広がっています。
約100メートル間隔で電灯が設置されており、対向車はこれまでの実験では一度も確認できていません。車速は時速 60km 前後を保ち、外部からの催眠指示によるブレーキ、アクセル等の操作は効きません。運転手による発車動作後、SCP-28JP の誤認現象は一時的に発生しなくなります。発車後の時間、26から33分。車内で発生する現象。車内後方より SCP-28JP1 が接近してきます。SCP-28JP1 の車速は相対的な位置関係から時速約 110km 程度と推測されます。SCP-28JP1 には運転手とみられる人物が一人だけ乗車しています。発車後の時間、34から35分。車内で発生する現象。前方に信号が出現します。信号は常に赤信号を示しており、運転手は信号に従い停車動作を行います。発車後の時間、36分。車内で発生する現象。SCP-28JP1 が SCP-28JP 後方部に追突します。SCP-28JP1 がブレーキをかけた様子はなく、ほぼ接近時同様の速度で追突してきます。車内に発生する振動は軽度である一方、追突してきた SCP-28JP1 は大破しており、SCP-28JP1 の運転席に座る人物はハンドルから出てきたエアバッグに顔を埋めた状態で動きません。発車後の時間、37から59分。車内で発生する現象。SCP-28JP1 の運転手と名乗る声から救援要請が届きます。この間、SCP-28JP1 の運転手と見られる人物は運転席から微動だにせず、声だけが車内に響きます。救援要請の声は何度も繰り返し発せられ、徐々に大きく、深刻な声に変化していきます。音量と声の深刻度は43分にピークを迎え、その後59分までの間は徐々に小さく、か細い声に変化していきます。発車後の時間、1時間以降、車内で発生する現象。突如として車内前方、SCP-28JP1 後方よりそれぞれ2本の強い光が差し込み、強い衝撃とともにそれまでの乗務員は消失します。乗務員に取り付けた音声記録装置や映像記録装置も同時に消失し、無線で通信を行っていた場合は通信が途絶えます。その後、SCP-28JP の誤認現象が再開します。35分の停車動作以後は乗務員を SCP-28JP から下車させることが可能です。下車させる方法は外部からの催眠による指示がありますが、乗務員が自発的に下車する場合があります。これは37分以後の SCP-28JP1 の救援要請に従った結果であると推測されています。ポイ、年、月、日、秋田県、市のスクラップ工場にて突如として若い女性が現れたことで、SCP-28JP は発見されました。当初は女性を SCP-28JP として調査を進めていましたが、インタビューの結果スクラップだと思われていた撤回を SCP-28JP として認定、収容しました。女性とスクラップ工場の関係者には A クラス記憶処理を施しました。